皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作とディスクエアの森田です。どうもよろしくお願いします。お願いします。今日も髪型決まってますね。V12 の、V12 の森田さん、ね。V12 の森田です。いや本当すごいです、羨ましいですね。はい、ありがとうございます。はい、ということで今日なんですけども、はい、私ちょっと今震えが起きてましてですね、はい、怖くて、はい、ちょっとこれ以上近づけないなと、はい、もう今日はね、だからもう私はもうほぼほぼ近づかないでちょっと撮影しようかなと思うんですけども、はいはい、その車といいますのがですね、はい、後ろ見ていただいたら分かると思うんですね、この2台、これですよ、ポルシェと、最新のポルシェ、ね、最新のポルシェです、ね、と、はい、これ GTR の GTR50、はい、イタルデザインの、イタルデザイン、これはすごいですね、はい、ということでもう、はい、このポルシェも最新型ですごいんですけども、はい、おそらくこの凄さにはさすがに勝てないかもしれないですね。はい、なので今日はですね、ちょっとこちらの GTR50 イタルデザインの GTR を今日大特集ということで、はい、森田さん、はい、V12 エンジンのようにしっかりこう喋って、はい、喋ってよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、さあということでこれなんですけども、はい、まずボンネットがカーボンになってますね。そうですね、もうフルでカーボンで、このボディとボディ自体が全部カーボン、ボディ自体が全てカーボンで来てますね、はい、おでこれフロントのエアロなんかはこれどうなんですか、はい、もう全てもこちらも全てカーボンで、はい、もうリップから、はい、もうボディから全てカーボンで仕上げられてます、はい、すごい。そしてこの GTR のロゴですね、はい、すごいな、これはこれでね、はい、大変こう恐縮なんですけど、はい、後でエンジン音とかって聞けたりできます？で今回は特別に、特別に、はい、ありがとうございます、はい、で動画の最後か中間かエンジンを聞かせていただきます。はい、ぜひ、はい、さあではちょっとサイドの方も見ていきたいんですけども、はい、うわこれまたホイールですよね、はい、これもホイールはあカーボンですね。そうですね、これもこう全てカーボンで仕上げられていて、はい、ブレーキなんかももうカーボンブレーキ搭載しております、はい、これ何インチなんですか？これはインチがこう見ていただくとあれですけど21インチですね。21ですね、255の35の21、はい、でブレーキキャリパー赤ですね、はい、赤でもうローターがもうすっごく大きいですよね。大きいですね、はい、すごいなこれ。でサイドなんですけども、はい、このグレーとゴールドのこのコントラストがこの個体は非常にこう GTR とイタルデザインのこうすごくマッチした仕様になっているのかなと思いますね、はい、そうですね、はい、でこれここですよ、これ、はい、GTR50 イタルデザイン、うわもうこれもカーボンですね。そうですね、うわ恐ろしい、はい、これミラーもカーボンですか？ミラーはおそらくカーボンじゃないか。でもここウインカーつくんですね。ウインカーつきますね。うわかっこいい、ちょっと後でウインカー、もちろんです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。 G スクエアさんに一緒ついていきます。ありがとうございます。あと再度、はい、この通常の GTR から車高高さが低くなっていて、はい、その低くなっているのがこの見ていただくと分かると思うんですけれど、サイドのこの窓の幅ですよね、幅、うん、これがもうかなりギュッと、うん、普通の R35GTR よりも短くなってますね。よりも短いんですね、はい、ああすごいですね、はい、こんなに違うんだ、でルーフもこれ全部カーボン、全部カーボン、ボディ自体が全部カーボンですよね。そうですね、はい、うわすごいわこれ、僕もこれ初めて見ました。もうびっくりですよね、カーボンだらけのもうフルカーボンで、はい、だいたいフルカーボンボディって言ったらもうパガーニとか、そうですね、パガーニのそういう意味ですね。そういう意味ですよね、はい、すごいな。これリアウィングもこれカーボンではないです。あカーボンか、これもカーボンですね。リアウィングもカーボン、これもあの今可変ウィングで故意に上げてるんですけれど、エンジンかけた直後の時はもちろん下がってる状態で、上げるのにもちょっと時間を置いて暖気をしないとウィングが可変式でも上げれないっていうような仕様になってるみたいです。リアウィングエンジンを暖気しないと上がらない。そうなんです。いや実際緊張しませんか？触るのド緊張です。ド緊張ですよ、ね、もうハラハラドキドキ毎回、はい、なんかあったらやばいですもんね。なんかあったらもうとんでもないことになります。次ぐらいあの動画出る人変わってるかもしれない。変わってるかもしれない。そしてこの GTR の丸目4灯 の伝統ですよね、はい、これ中見ていただくと空洞なんですよね、はい、ほんまや、
空洞なんですね、これ。もうこれもう全てこう空力を考えられて、ここからこう空気が抜けるように。うわ、初めて知った。なんか F1 みたいな感じですね。そうですね、もう F1 カーですよね。すごいな、これ。ディフューザーもこれ。ディフューザーもカーボンで、このマフラーの切れ角といいますか、うん、だいぶ奥に。これがマフラーですか、はい。もうデザインがもうどうなってるんだっていう、楕円形みたいな、はい、そうですね、でこのゴールドラインがやっぱかっこいいですね。そうですね、このコントラストが本当に非常にかっこいいですね。そうですね、はい、はい、皆さんこれ G スクエアさんですよ、これね、です、これがロゴですよ。 YouTube チャンネルもやってますんでね、はい、ぜひチャンネル登録を、はい、お願いします。お願いします。こっちもちょっと一応見ておきましょう。これね、テールパイプはカーボンではなさそうですね。テールパイプはそうですね、カーボンではなさそうですね、うん、いやすっごいわ、これはもうここ全部カーボンじゃないですか、これも。これちょっと後ろからこう追突されたらどうなるんだっていう。いや、もう保険会社大号泣、大号泣ですよね。ですよね。もうこんなんも板金ももちろんできないでしょうし。そうですよね。もう交換っていう形になる、なると思うんですけれど。ちょっと恐ろしいですね。恐ろしいです。なんか4桁いきそうですね。そうですね。もう予想つかない。つかないです、つかないです。で、これがエンジンではなくてトランクでもなさそうですよね。トランクでもない。あ、開くんですかこれは。いや、どういう意図でこうなってるんでしょう。開けれるのかどうかわからないですけど、開けたことはないです、うん、いや、開けない方がいいと思います、はい、シートの奥の中までカーボンですね。そうですね、中までカーボンで、すごい。で、先ほどのこのテールのところなんですけども、はい、リアウィングこんな感じですよね、はい、うわ、ここまでもカーボンですね。そうですね。うわ、すごい、これもうピッカピカですね。そうですね、もうこれついに中に潜入するんですけども、はい、僕はもう怖いんで、はい、カメラをお渡ししますんで、はい、内装の方を撮っていただけますか。はい、かしこまりました、はい、ではちょっとドアの方を開けたいんですけども、はい、またドアもすごいですね。すごい形状でして、はい、あの通常はこっちに折れたりとかすると思うんですけれど、うん、実はこう開くんですね。あれ、逆ですか、はい、逆に開くという。あ、本当ですね、はい、逆に折れる車、アストンマーティンですか、はい、というのは見かけるんですけれど、はい、この折り方はちょっとなかなか本当です、ね、レアだなっていう。はい、ではちょっと中なんですけど、はい、うわー、アルカンターラ、もうフルでアルカンターラで、パネルもカーボンで、うわ、すごいですね、はい、これフェラーリで言ったらスペチアレモデルですよ。本当そうですよね。あ、すごいな、これは。そしてここですね、ステップも、ステップもカーボンですね。カーボン、ここも全部カーボン で、はい、ボンでね、プレートもありますね。プレートも、はい、あ、GTR50 だ、50ね、プレート、うん、GTR50 でここロゴが書いてあるんですけども、はい、うわー、内装すごい。センターコンソールも全部カーボンですね。そうですね、もうすべてカーボン、もうパネルのところすべてカーボンで、はい、ダッシュボードなんかはもう、アルカンターラ、アルカンターラですね、はい。うわ、この辺りも全部ゴールドがあしらわれて、そうですね、この外装のグレーと、はい、ゴールドのコントラストと、はい、中のこのゴールドもすごくマッチしているような仕様になってますね、うん、すごいですね、はい、いやー、これはもう国宝ですわ。そうですね、はい、本当国宝ですね。そうですよね、はい、ではちょっとこのままですね、はい、エンジンを聞かせていただけますか。はい、もちろんです。はい、はい、いや、素晴らしいエンジン音でした、森田さん。はい、ありがとうございます。心地よいピンポーンって言ってますけど。そうですね。はい。なんか音も高級ですよね。そうですね。なんかもう警告音ですらちょっと心地いいみたいな。心地いいですね。はい。はい、で、ちなみにエンジンがそこなんですね。エンジンがここですね。はい。うわー、すごい。いや、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。貴重な音聞けました。はい。
やもう本当すごい車ですね。そうですね、本当に、はい、これはどうなんですか、走るんですか。まあ、走るんですけど基本的にはもうその場所にもう展示車両ですのでずっともう置きっぱなしになるので。そうなんですね、はい、森田さんでもこうちょっと乗ってきますとか無理なんですか。さすがにそんなありえない。ありえないですか。ありえないです。でも走らせなかったら大丈夫なんですか、はい、いやっていうのが走らせないとやっぱバッテリーの充電がどんどん減ってきて、はい、バッテリーが上がっちゃいますので。ですよね、ですよね、はいはいはい、バッテリー そのコンディショナーなんかもあるんですか。これもバッテリーが上がってしまうと、はい、もうイタリアからも取り寄せになるので国内に在庫がもう基本的にないので。日産のディーラーでも無理。ディーラーでも、もう扱えない。うわー、はい、すっげー。絶対上げたらダメですね。もう上げたらもうとんでもないことです。始末書もんですね。そうですね、もう、じゃあ普段はもうつないで、はい、普段はもうつないで、ただボンネットもキャッチがなくてですね、うんはい、ダンパーとかついてないので。あーレーシングカーのようにボンネットを取り外して、はいはいじゃないとバッテリーも交換できないですし、2人や3人じゃ開けれないやつ。開けれないですね。あーそうか、はい、いやーまたもし、はい、もし何かで開ける機会があれば写真撮っておいてください、はい、あもちろんです、はい、よろしくお願いします、はいはい、ありがとうございます。ちなみにですけど、はい、そのボンネット開けるときって、ボンネット開けるときがですね、ここもキャッチがついていて、これを解除して、そもそもレーシングカーにあるやつですね。もう本当そうですよね、はい、でここの、はい、この鋭角になってるじゃないですか、はいはいはい、ここからボンネットが開くので、うわこれをここに当てないように、はい、もうカバーをつけて、はい、取り外しつけるのも外すのもここに一番気を使います。うわピラーもカーボンですよね。ピラーもカーボンなのでもうここも気づいちゃうとダメですね、はい、アウト。ここからずっと全部開くんですね。いえここで切れて、ここでこっちか、はい、こっちで。うわすげえ。全部で4箇所キャッチがついていて、はい、この2箇所左右2箇所と、はい、この下あたりこのあたりにキャッチがついているので、大人4人で4つ角を持って、はい、こっちから刺して最後ここをはめていくっていう流れで。このホイールアーチの裏にあるんですか。そうですね、ホイールアーチの裏あたり、このちょっとこのあたりにあります。映るかな。映るわけがない。そうですね、絶対映らない。いや森田さん、はい、ちょっと胸が苦しいです。僕も苦しいです。いや大丈夫ですかね。もうバクバクしてバクバクしますね、はい、まだ落ち着かないです。僕触ってないですからね。そうですね、はいはい、なんかあってもあの全部こちらもう一切触ってませんので、はい、この GTR 世界限定50台、はい、イタルデザイン GTR の50、はい、ということなんですけども、いやこんなねレアな車がある G スクエアさん、はい、本当にすごいです。ありがとうございます、はい、ちなみにこれは、はい、売り物なんですか。販売はしていなくて あくまで展示車両という形で。予約さえすれば見に来れるんですね、はい、そうですね、予約制ですのでご予約いただければ、はい、ぜひご覧いただきたい。もう本当にこれすごい車でしたね。もうここまで詳しく解説している動画ってなかなかないと思います。そうですね、はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋のサクとGスクエアの森田です。どうもありがとうございました。